こんにちは、松潤さん。そうですか、20万前後で買った電子ピアノがね、今では1万6000円前後ということで、ちょっと残念な気持ちもしますよね。楽器とかいろんな機材によっては、その古いものが価値を帯びるってことがたまにあります。時計とか車とか、それこそピアノも古いのだと1000万とかするやつがあるみたいですよね。私が見たね、チェンバロってやつが1000万しましたね。これはね、静岡にあるアンジーさんのうちにあったんですけどもね、速稼塾の塾生さんで公会堂を持ってる人がいるんですよ。ぜひね、松潤さんとも一緒にそのアンジーさんの公会堂に行ってね、ご自宅が公会堂なんですけども、立派なパイプオルガンとチェンバロ、その他珍しい楽器、世界に1台2台しかないような楽器を、ね、たくさん集めてる、そんなね、オタクがあるんですよ。何回かそこでね、速稼塾のオフ会をやって、コンサート付きで楽しませていただきました。アンジーさん、Facebook にもよく現れるんですけども、素敵な方ですよ。69歳とか言ってたかな。この前ね、アンジーさんのお宅に行って、アンジーさんのお父さんと言われる方にお会いしました。95歳。この方はシベリア抑留から生き残ってきた方なんですよね。すごい人でしたね。先日、お亡くなりになって、私も喪に服する機会をいただいたわけですけどね。で、ピアノの話に戻りますと、ピアノっていうものは、言ってみれば誰がお金を払っても、その時の金額だと同じですよね。同じ金額で買えます。でも買った人が何をするかによって、そのピアノから生まれる売り上げや利益っていうのはもう千差万別ですよね。松潤さんがその今で言うと1万6000円の電子ピアノで1万6000欲しさに売ってしまえばそこで終わりですけども、そのピアノでいろんな曲を作り販売しリリースすると、無限に価値や価格を生み続ける、そんな打ち出の小槌になるわけなんですよね。ピアノではないですけども、私もスマートフォンやパソコンを使いながら、もうね、購入金額とかランニングコスト以上の利益を生み出し続けてるっていうことになります。他にもそれを持つことによって打ち出の小槌のように利益を生み出し続けるものってありますよね。昔で言うと小説家の原稿とペンみたいな感じですね。で、カメラマンのカメラみたいなものです。だからそれをどう使うかってことをね、私たちはこれからますます考えなくちゃいけないかなと思います。電子ピアノはね、私ね、松潤さんが本当にピアノの講師としてもうしっかりと使っていくといいんじゃないかなと思いますね。なんか最近ピアノの出番あまりないですよね。でもピアニストがいろんな考えを持っているっていう風な情報発信の仕方もあっていいんじゃないかなと思います。ちなみに松潤さんね、どうですかね、なんか BGM に松潤さんの曲がかかるみたいなね、とか今日の気分を曲にしますとかね、週に1回でも記念日ってものをちょっとね曲にしてみるとか、今でしたらそうですね、オリンピックが揉めてますけども、すごく平和な時期にオリンピックをするとしたらどんな曲になるかなとか、緊急事態宣言の導入の曲とかね、緊急事態宣言が明けた時のその穏やかになるテーマソングとかね、様々考えられるかもしれませんね。なんかこれ結構いけるんじゃないかなと思うんですよね。オリンピック関連でニュースがあるたんびにそれを曲にするみたいなね。で、ニュースのタイトルで曲名を決めると SEO 的にも有利かなみたいなねこんなふざけたことを考えてしまいましたけども、でもいろんなものを大切にしながらやっていきたいですよね。動画の方ありがとうございました。ではまた次回お会いしましょう。